観光ショーどうでした？いや、紙切り終わりました。もう言うことないですって帰ったぞ。ああそしたら次の日新聞、なかなか紙切れ球団から呼び出しですよ。だからあの頃ですよ、その毎日放送で解説した頃、うん、マイク死亡説、はい、なあ、マイク死んだらしいのとかいう話が流れてるな。92年はそれがハマりました。だから球種が増えて、ホームとスライダーが、ね、目を切るっていう重心もできて、うん、そこからスッと出ていける、うん、それがハマったんですね、うん、その後だから問題は FA だな。FA ですね。FA は結構あれ揉めてロッテ行ったじゃないの。いやだから92年結構ロッテ行くとか、あれ FA で宣言してどっか行くとは思わなかったけど。また知ってる、外れる、知ってるよ。知ってるよ。その日はね、なんかあったないかっすよってめっちゃ興奮して、お前の FA は紙切れや言われましたとか言って、いやいやいや、マジで言われた、紙切れって言われました。誰に言われたの。名前言うていいんすか。全然大丈夫でしょう、それは。いや調べたら知ってるよ、沢田代表や。沢田代表に言われたんや。そうそう、お前の FA は紙切れや。いやだからね、まあ、交渉が始まります。まあ、FA 選手って前もって交渉するから、おうおう、で球団呼ばれて、ほんで、まあ、一応これ権利を、僕は阪神で骨をうずめたいですし、フリーエージェントを行使しますと、阪神に残りたい。いや中田君ね、今の君の成績ではね、評価にならん。いやいや、もう再契約もいらんし、もう現状維持でもダメやったら下げてでもいいから僕は阪神に残りますと、おそこまで言ったんですよ。おいや、中田君、あんたね、そこまで言うけど、こんなんね、髪切り同然や、ポンって起こされて、もうポッツン来ましたよ。そら来るわな。もう分かりました、もう出ていきます。ほんで、出て部屋出たら、新聞記者いるじゃないですか。中田さん、交渉どうでした。いや、髪切り終わりました、もう言うことないですって帰ったんですよ。そしたら次の日新聞、なかなか髪切れ球団から呼び出しですよ。今すぐ事務所来い。うん、何ですか、撤回してくれ言葉を。で俺掛布さんに電話して事情言うて、マイクもう強いもんには巻かれとけって言われて、もう自分の聞き間違いやったぐらいでもう収めたらええんちゃうか。ほんでまあとりあえず事務所行って、まあ話して、もう言うたもんだから出ていくんだから、ちゃんとロッテで話裏取っとくから、ロッテ行け。いや行けも何も俺が決めることでしょそれ。っていうのはもう裏で一応球団が言ったらロッテ行けって。もうロッテからもう来てるからと。あの時ロッテの GM が広岡さんやったんですよ。ああ、はいはいはい。で広岡さんよ臨時コーチに来てやったんですよ。で GM になってるから、なんかそういうつながりもあったみたいで、あもうそれでもうロッテともう話してるから、もう大体そしてはもう残ったら罰悪いし、もうロッテで行けと。いやあの時もそれじゃあもう勝手に自分で球団決めてたんやそれ。ロッテ、いやだから行く先を追い出されたんですね。あれどっちかやな、この人でもあれサインって言ってもサインもあれやんな、まっすぐとカーブしかサインないよ若い時。そうそれで2回キャッチャー殺しとるからね。まあ、殺してるんだよ。でも島田さん肋骨骨折まっすぐな、グーまっすぐな、パーがカーブやのいいか。ちょっと待って、いいか、ちょっと待ってください。なんかいかにも俺がバカみたいじゃないですか。ちょっと待ってください。お前球種2つやろ。違う違う、あれね、3がライトの影でね5に見えたりね、2が4に見えたらそうなんです。あれライトで球種 2つやろ、グーとパーやろ言うて、グーまっすぐな、パーカーブやと思って、それで間違えて、島田のアニアカーブや思って、カーブでこうやって待ってたら、まあ、もうそのまままっすぐガーン来たもんだから、ミット間に合わないからグワーって行ったら、そのままな、ここで肋骨、いや島田のアニアン骨折、神宮で骨折やもん。木戸さんが一応日々入って、そう木戸さんが一応正捕手で、で島田さんが出てきて、確かにあれ神宮で5打数5安打の6打点かなんかあげたんですよ。持ってたんだあれ。いやそれがね、試合中、まあキャッチャーが僕左なんでカーブのサインやったんですよ、ほんまは。そうや、でも僕間違えてまっすぐ投げたけどドーン当たってうーってなったけど、そのまま続行しました。ところが試合終わって急に島田さん汗かいて青ざめて、したらサルキトレーラーが胸、ね、お前ちょっとおかしいぞって病院行こう言って、病院行ったら肋骨2本折れとってそのまま入院
で本人それも知らんで、だから俺って知らんで、ホームラン打ってんじゃな、5打数5安打でホームラン打ってんね。ほんで次の日に僕病院行ったんですよ、果物持って。そしたら妻さんが、マイクこんなんいらん、現金持ってこい。すいません、いやマイク冗談やでと、もう頑張っときやーって。ほんで一軍復帰しました。ツーアウトだったらピッチャーってあのベンチの前でキャッチボールしますよね。それ島田さんやったんですよ。高めの棒を掘って島田さんそれ取ろう思ったら今度脱臼してもうて。二度二度違う。だからあの球場では本当いつも言われます、俺の野球人生返してくれ。だってあの一流さんがほらサードコーチャーおるときに、はい、時だからさ、マイクお前だけのなあのサイン作ったのから。みんなサインこうやってキーサイン作る。大体ね、つば触ってキーで、つば触ったあと手首触ったバンドとかね、こういろんなブロックサインやるけど、つば触ったあと肘いったら盗塁だとか、足こうやったら盗塁だとかやるんだけど、まっすぐとカーブのサイン見落とすぐらいだから。いやあれ攻撃のサインだから分からへんね。バントとかウェイティングとか分からへんね。でサインこうやってお前だけのサインだぞ、いいって出して、こう出した時にな、バントはなずっと紅茶ボックスの一番右端寄ってな、右足あのラインをまたいで俺がバント3回またいで3回叩いたらバントやろウェイト待てやろ、待てはな、待ては白線をな両足で踏むから、両足で踏んで待て。ありましたね。それもありました。こいつだけのサインを一向に覚えへんで、あの雨でラインが消えかけたらね、手でグー、こっち空いてたらどうや、こっち空いてたら両手パーやったら打て、これやったら待て、こっちやったらバント、こっちやったらなんかありました。それ覚えるも大変やった。それなんでグーかパーでなんで覚えて大変やねん。ほんま。いやあの若返し殺すね。ほんま。もう笑うわほんまよ。特別サインやな。高校野球でもこんなサインないでよ。高校役のこんな誕生祭俺見たことないわ、初めて俺びっくりしたもん、プロ入ってね。ということで、まあ FA の話もね、はい、言うと、ロッテの話はいいんですか。もうロッテの話はいいよ。FA の話でも十分、もう尺が取れなくなるな。ほんまですか、うん、はい、まあ大丈夫ですよ、まあ、それで、まあ野球人生終わることになりまして、まあ一時ね、毎日放送さんとお世話になってましたけど、解説してたよね。まあそれもまあクビになることになって、うん、まあしばらくテレビ局クビになるのも珍しいけど、いやまあ事務所との関係もあったんですけど、はい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 、事務所がもう飛び出してもらった。あ、そうなんや。で、その事務所自体が毎日放送仲良くなっちゃったんですよ、社長と毎日が。で、この人飛び出してもらって、ほんで毎日ももうええやろって。なるほど。ほんでまあしばらく途方に暮れてました。だからあの頃ですよ、その毎日放送で解説した頃、うん、マイク死亡説、はい、あのなあ、マイク死んだらしいぞとか言って話が流れてんな。であの毎日放送入ってちょっと危なくなってきた頃に、ちょっとまあ個人的な話ですけど、うん、離婚もあって、うん、ほんでまあ落ち込んだ時期があって、ほんで球場行くのにもう精神的にやられると思うんやから食事も入らない時期があって、おもうほん、ま、ちょっと痩せとった時あったでしょ。おもうだその時にマイクガンちゃうか言われて、ほんで毎日放送をやめることになって球場に顔出さなくなった、はいはい、マイクの姿見えへんな、死んだんちゃうかってなったんですよ。ああ それであれだよな、死亡説が。死亡説そう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 。あいつなぁ、もう飯を食わぬ、もうアルコールばっかりの、もう大丈夫。その頃はね、いや色真っ黒なんだ、肝臓かなんかどっか、悪い顔してたもんなぁとか言ってた。その頃はもうそういう話だったもん、みんな、はい、まあそれでもまあ何とかこう耐え忍んで、うん、ほんでその掛布さんのマネージャーをなさってた西浦さんが、西浦さんね、おられて、うん、で西浦さんと掛布さんが食事してはって、なんか僕の話になったみたいで、ほうほう、西浦さんから僕電話ありまして、今掛布さんと一緒からちょっと変わるで、
で、掛布さんとお話して、まあ、元気にしてるんかって話になって、うん、仕事は、いや、今ちょっと辛い状況です。したら一回西に相談してみると、うん、ほんで西原社長に相談して、うん、もしお前耐えれるんやったら俺、なんとかしたるでと、うん、使ってあるからと、うん、あ、じゃあ一回お願いしますと、うん、いう話になりまして、うん、ほんで社長に、お前な、簡単にやるやる言うてるけど、やっぱりその元プロ野球選手がね、うん、これどうやこうやいう意味じゃないですよ、うん、やっぱり現場に出るっていうことはやっぱりちょっとギャップが大きすぎて、うん、きついかもしれんけど大丈夫か、うん、ほんまにもうプライド捨てなできへんぞ、じゃあもう頑張りますということで、ああ、もうかれこれ10年以上になります。もう、まあ、真面目になずっと、もう西原さんちゃんも俺もよく知ってるし、はいはい、若手さんもね当然知ってて、ある人本当にだからある意味僕にとっては体的にも良かったですし、うん、まあ、当然朝の4時半起きとかで当然5時6時まで現場で働いて、うん、まあ、働くから管理の方なんですけど、ね、はいはいはい、物持ったらどうなこうなじゃなくて、うん、支援する側やな、そうです、現場でね、だ当然酒の量も当然減りました。出ないと持たないですから、うん、でそれはな、朝早起きしたりとか朝昼晩もきっちり食事取れるようになりましたし、うん、だからそういう意味ではすごく大きな転換でした、うん、僕にはね、まあ、ほんま、まあ、前の話が本当もう飯も食わないでアルコールばっかり飲んでな、はい、あの頃ね、もう本当、もう本当20、15年ぐらい前ね、まあ、今じゃね、ちゃんと、まあ、そういう転機が、うん、現場に出て、はい、しっかりとね、まあ、それはもうなぜ一番はな、やっぱりこう紹介してくれた加計さんとか、まあ、そう、まあ、西浦社長のとかな、でやっぱりやる以上は顔潰したくない状況じゃないですか、そうそうそう、それが大事、ああ、うん、で一回そうやってな、こうやっぱり、まあ、遅刻の用意したりとかな、まあ、今全くないです、そういうのがあったから、やっぱりほんまにもう信頼なくすのはな簡単だけど、やっぱり信用をずっと得るっていうのは本当ね、うん、続けることだからね、ただそれがねやっぱり野球人といざこういう普通、まあ、これが普通なんですよ、うんうん、本当は、うん、やっぱ野球人って特別じゃないですか、うん、ここまで戻すのもきつかったですけども、これが当たり前であって、今中根さんがおっしゃったように野球って何かミスしても次の日頑張れば返せるんですよ、うんうんうん、ここは難しい、うん、ほんまおっしゃる通り、もうごっつい時間かかります、うん、下手したら死ぬまでかかるかもしれない、うん、まあそんなもんっていうのはほら、うんうん、アピールできる場がないから、うん、野球とかはね、うん、何試合打たれても、うん、もう最後これあかんかったら二軍やでって言われた試合で完封したらもう新聞一面じゃないですか、うんうん、それがないっていうのがやっぱり難しいっていうか、うん、こういうね場を持っていただいて、うん、本当にこう皆さんに元気にやってるっていう姿をこういう場で時間を作っていただいたのめっちゃ嬉しいです、うんうん、いやいや、そう思ってもらったな、今はほんと真面目にやってるんだな、もう野球の場合はな、やっぱこう失敗がな、明日の成功への糧になるとか言うのでもうだから、明日頑張れば戻るじゃないですか、うん、なんか、うん、やっぱ現場仕事でこう、一回のミスでやるとな、うん、やっぱりその現場働いてる人間がやっぱり怪我とかな、いや、特に重機が動く仕事なんで、はいはい、目見張っとかんと大事故なのな、いや、とんでもないことなんです、下手したらほんま命になる、そうだよね、場面もあるんで、まあ、それぐらいの責任を持ってこうやれてるっていうのが立派になったよね、いろんな写真撮ったりね、うんうん、それをまとめて書類書いて、それをまたちゃんとゼネコンさんにこういう写真とその照らし合わせて、うん、まあ、食い抜けたらその長さとか、はいはいはい、ほんまかこれっていう証拠も残さなくなるし、はいはいはい、そういうこともせなくなる、一回一回な、はい、今じゃあ一日のこのルーティーンっていうのはどういう感じになってるの、ですから、まあ、現場によりますけどね、はいはいはい、遠かったら早起きせながら、あ、なるほどね、京都とかになると、近所やったらまだゆっくり寝れるんですけど、まあ、基本大体5時起き、おで8時からその現場で、まあ、朝礼がありまして、はいはい、まあ、ラジオ体操して、ほんで各部署に分かれて今日のこう仕事内容を指示して、で注意事項を指示して、ほんで終わる頃にはまあ一回見守りして、はいはいはい、忘れ物ないか水ちゃんと止めてるかとか、うんうん、ほんでその日がまあ大方一日終わるのか、うん、で大体じゃあ5時起きてで、まあ、現場に行って、まあ、家帰るのが早い時でまあ6時ぐらい、遅くたら7時半ぐらい、うん、まあ、そこからまあ風呂入ってご飯食べてもうこれ、うん、だからもう飲んでるもんもないですよ、うん、まあまあ多少ね、ちょっとまあまあ風呂上がりね、1、2本飲んでるぐらいで、はいはい、うん、まあ、でもじゃあ一番こう健康的な、だから
なあ、はい、その前はな、ほら夜中はずっと飲んでるし、しかも何その先輩悪かったですもん、何も食べないで、先輩が悪かったですもん、先輩食べないで、それは先輩が悪かったからもう食べないからな、まあ、用意す、用意す、まあ、今はじゃあ、まあ、真面目にあれしてるな、ちょっと一日のサイクルにしては、なんで人を責めるけど自分出さないでしょ、いや俺はそんなことしか思えないしさよし、じゃあ俺も YouTube 出したら今度ゲスト来てください逆攻めしますよ、いや来年出すなら YouTube やる、一応考えてます、ちょっと名前はなんていうの決まってるの、タイトルは、いやまだ決まってない、決まってないな、はい、来年からも YouTube なんかやるみたいなんで、そんな時間あるの、でも今現場はそうやってあれしてて、まあそれはなんとか作ります、あの来てください、そうなったら、いやそれはいつでも行きますよ、逆質問しますからよ、いやもう全然いつでも、いやいつでも行ってくださいよ、もうこのチャンネルはもういろんな方がゲスト来てますから私のね、本当、いやでも嬉しかったですよ久しぶり、いやでも本当こうやって元気な姿見てね、いやいや、何年か前だもんな、クリスマスかなんかのね、そうパーティー、あ知り合いの誕生日会な、そうであってな、そうそう、あともう、もう肩回らなくても投げれないっすよとかな、今もだって野球も結構どこ教えてんだろ、あの京都でね、社会人野球ですけど、ほうほう、京都ジャスティスっていう、ほうほう、はい、一応ピッチングコーチで、ほうほう、はい、ただね、あのメイングラウンドがないんで、なかなかきついです、うん、本当あの試合大会があったらその日のぶっつけ本番ばっかりなんで、あ練習はあまりやれてないの、もうほとんどできてないです、お でも社会人で一応都市対抗を狙うレベル、そう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 、ね、京都とかで日本新薬とかあるんだ、それも毎日じゃないでしょ教えに行ってるのは、いや毎日じゃないです、月あって2回ぐらい、あ月2ぐらいのあれで、はい、だからその大会期間中だけですね、でよっぽどみんな集まって練習しようっていう日もあるんですけど、うんうんうん、2ヶ月に1回歩かないからです、なるほど、ね、場所がない練習がな、はい、いやそれは大変だな、予算もかかるし、でみんなそれぞれ仕事をしてはるんでね、あそこの会社だけじゃないじゃないんですよ、もうクラブチームみたいな感じ、そうですクラブチームです、なるほど、クラブチームね、まあ今も社会人もね、だん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 な、企業がね少なくなってるから、企業チームっていうのがな、そうですね、なクラブチームでね、はい、なっていってるっていうのが、そうなんや、じゃあ今休みっていうの、休日は休みはもう暦通りで、もう日曜祝日だけです、お休みは何してんの、もう洗濯したり、いやあの毎日できへんでしょ、一人もんなんでね今、あ一人もんなの、はい、もう知ってるのいやあの毎日できないでしょ、だって趣味結婚趣味結婚で特技離婚うまいこと収めましたねまあだからそういう意味では本当いい、じゃあもう日曜日そんなにこうゆっくり休むとか、なんかゴルフ行ったらとかいうことは、あもう絶対無理です、まあ、もう絶対無理です、だから例えば食事の誘い受けても平日は絶対断ります、絶対休みの前に、広いね、いやもうこれじゃあ土曜日と、そうです、土曜日か祝日の前に、あ、まあ、これはもう、まあ、ある程度の皆さんも把握してくれてるもう分かってきたよ、はい、それはもう大したもんや、はい、それぐらいしてもうこれはそれこそだから社長とか、はい、それこそ課長さんの顔に、ね、泥を塗るわけにはいかないじゃないですか、うん、これをもうともうしくじったらな、もう後がないと思わないから、もうそれだけは徹してます、まあでも本当ね、はい、まあ、西浦社長の、もう西浦さんも目を知ってるしな、まあ頑張ってな、はい、まあ大変だろうけどな、うん、まあ一番はでもやっぱ健康なことなんで、はい、な大変ですけど、でも現場出るでしょ、やっぱり関西エリアが多いんですよ、はいはいはい、その現場が、うん、でやっぱり阪神ファン多いんですよ、なるほど、まあそりゃそうだな、でもう10年もう超えてるんで、うん、最初の頃は入った頃ですよ、うん、まあ、どっかの現場で会うたなって言われて、いや僕初めてです、いやどっかで見たで、いや多分初めてです、どこそこの現場おらんかったいやいや、多分僕あの元野球選手やったんでテレビで見たんちゃいます、ヘルメットに中田って書いてあるんですよ、はいはいはい、あお前阪神の中田ちゃうんかよそうです、こんなとこで何しとるの、グラウンド違うやろいやいや今あの社会勉強で今あの来てます、最初の頃ね、それがもう10年ぐらい経つと大体似たようなあの会話になってるな、会話もそうですし、業者さんがもう大体、はいはい、
もうでも会うたんびに、おーマイク久しぶりやなって言ってくれるしね、はいはいはい、すごく和やかでね、うん、そういう意味ではもう慣れてこられたんだよね、はいはい、で、みんなもやっぱりね、家庭持ってはるし、ほんま危険と裏合わせの場所でやってはる、うん、だからオンオフがうまいっすわ、うん、オンオフがいざハンドル握ったらほんまもうこうなるし、うん、休憩時間になったらもうリラックスしとるしね、そういうのは野球と相通するようなところあると思うんですよ、うん、だからそれはそれでめっちゃ勉強になります。なるほど、はい、まあ、現場監督だから本当事故のないようにね、うん、そあとは本当体だけだね、はい、本当はもうあの健康にね、はい、ありがとうございます、いや本当今日はもうあの、はい、来てくれて本当懐かしいです、いやいや嬉しいです、あとまたゆっくりともう飲んでください、あ軽くね、はい、明日の仕事に支障ないように、はい、明日休みか、明日休み、休みや、まあ、ゆっくり飲んでもらったらじゃあ、だから土曜日や、あそうだねあ、そうや、そうです、あだから休み前って決めた、そうです、あなるほど、ありがとうございます、はい、ということでね、またよろしくお願いします、はい、ということで、今回あの同期入団のマイク中田さんに、ね、来ていただきました。皆さん中西局トラララチャンネル、チャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。